ジャニーズの起きてが次々と破られている。8月12日、平、成ジャンプの八乙女光カ33が、この度、一般女性の方と結婚することになりましたとスタートエンターテインメント社の公式サイトで発表した。旧ジャニーズ勢のタレントの結婚は同じグループの有岡大樹、33に続き、今年6人目となる。芸能関係者が話す。 元日テレ笹崎リナーナが女性史サイトに、一個人として連載開始、中丸雄一ファンがモヤモヤするわけ。ウェリー北川副社長が強権を振るっていた頃だったら、結婚は許されなかったでしょう。30代前半という年齢ですし、有岡の発表から間を置いていないからです。以前のジャニーズは40代でも独身が普通だった。 グループで一人しか結婚できないという不分率があるとも囁かれ、スマップでは木村拓也、t o k i o では山口達也、V6 では井ノ原義彦だけという状態が長く続いていました。厚生労働省の統計によれば、2023年の平均初婚年齢は夫31.1歳、妻29.7歳。10年前、20年前もほぼ同じだった。 今年、旧ジャニーズ勢で結婚したキンキキッズの道本つよし、45、カトゥーンの中丸雄一、40、ニュースの加藤茂明、37、小山慶一郎、40、は30代後半から40代で晩婚の部類に入る。一方で有岡、八乙女は33歳での婚姻となる。事務所の、創婚家、は、本来喜ばしいことです。 彼らがようやく人間らしさを認められたんですから。でも、経営を考えると、不安はある。メリー氏は、アイドルは偶像であり、現実など見せてはいけない。ファンはアイドルの恋愛なんて知りたくない、と考えていた。その心理に配慮していた。巧みに操っていたとも言えますが、それが、事務所を大きくしていった。メリー氏の悪い点は数えきれないですし、 アイドルの根気を遅らせる戦略は人権無視だと思います。ただ、男性アイドル事務所の経営者としては正しい方針だったと認めざるを得ない面はある。最近のファンはアイドルの結婚という現実を受け止めるようになったとも言われる。昔と比べれば、そういう人は増えましたが、現実を見たくない人も多数います。だから、八乙女は必要最小限の情報しか伝えず、 ファンを刺激しないようにしたのでしょう。メリーイズムはまだ残っています前出の芸能関係者。メリー氏存命なら到底考えられない出来事もあった。7月、綾瀬遥、はるか39との交際を報じられるタストーンズのジェシー28がプライベートはお任せください。仲良くさせていただいております。ズドンというコメントを出し、 事実上報道を認めたのだ。ジャニーズ事務所時代ならありえないし、メリー氏なら激怒していたと思いますよ。ファンの特殊な感情に考慮して、交際報道が出ても、白らじらしく友達ですなどと言わせていましたから。ファンは嘘だろうなと思いながらも、本人が友達と言うんだから、と信じるようにした。これが、長年のジャニーズのやり方でした。 事務所が亡くなったとはいえジェシーはそんな起きてを KK と破ったので驚きました。ベテラン芸能記者。ジェシーはスタート社に所属しながら、個人会社 ZDN も持っている。グループではなく個人のことなので、スタート社はコメントに関わらなかったようだ。これは果たしてプラスに働くのか。昨年、ジャニー北川氏の性加害だけでなく、事務所の体質が問題視された。 あれだけ騒がれたので、個人の意思が尊重され始めた。ただ、ファンの感情は昨年と今年で変わるわけではない、前出の芸能関係者。旧ジャニーズのアイドルは結婚しても、テレビなどで妻について言及することはタブーとされてきた。